湘南ベルマーレ山田直樹です。おお、ほう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 、これが一番子供に、なるほど、面白いですね。はいはいはい、そうですね。しかも 今までもこれからもあんまなさそうなパターンなので、これ意外と難しいんですよ。はいはい、ヤーマンスペシャルもあるけど、なんかこっちの方がいいなヤーマンスペシャル行った方がいい。ちなみに先ほどおっしゃられたヤーマンスペシャルってのちょっとガチャガチャしますよ。じゃあ2倍は多分違うから、うん、あ、なるほどなるほどなるほど。でも揚げ技ですけどね。はいはいはい。あ、そのでんぐり返しのやつは面白いかな。でんぐり返しのやつでいきましょう。うまいパターンなんで。そうですね、はい、でんぐり子供用に、はい、うん、いいと思います。それ面白いと思います。みんながやってる前転とリフティングを掛け合わせて、うん、今回は僕の考えた前転ヘディングを披露します。それだけなんですよ難しいのは。これが見えたら話してみたいな。見えたら何も考えてないです。真上に来たら、真上に来たら自分の頭が通りそうなところに来たらっていうイメージです。意外と難しいですよこれ。結構みんなやってることできないから。これ山田選手自分で考えられたんですか。はい、なんか前回りしてたらボールも一緒にできないかなと思ってやってみたらボールを足の間にしっかり置いて前転するときにボールはずっと見ておくことが大事で、で自分の頭が一番下についてちょっと起き上がる瞬間にボールを離すと自然と頭に当たってボールが上に当たるので、まあ、言葉でやる一回、もう一回やってみます。あ、谷うるさいよ。いきます。あれいや、本番はもう終わったんだけどね解説動画がいきます。はい、ポイントは自分の頭が通過するであろうところにボールを置けるかってところです。タイミングよくボールを持ってくるっていうのが大事で、足でボールを置いてあげるっていうイメージです。子供の頃にいろんな技をやるのが好きだったので、その時に開発しました。ボール触るのが好きだったので、リフティングで何かできる技はないかなっていうことをいつも考えてやってました。
まあ、マット運動が好きでサッカーが好きで一緒にできるものはないかって考えた時にやってみたらできたので、今でも大人になってもやってます。そうですね、このように青橋さんのオファーをもらえるぐらい足技が磨けたのはその頃のおかげだと思うので、そういう面ではすごく生きてますし、まあ真面目に話すと、まあ、サッカーの時もすごくその技術がだったり遊び心っていうのは生きてると思うので、すごくやっててよかったなと思います。ですね、今の子供たちっていうのは本当に僕たちが子供の頃よりすごく上手な子が多くて、まあ、みんな常にボールを触ってるんだなっていうのはすごく伝わるので、まあ、それを忘れずに試合で自分らしさをどんどん出していってほしいなっていうのはすごくいつも感じています。ポイントはボールを離すタイミングです。俺も練習するぜ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。立ち位置終わったよ。うん。